じゃあ今日は2021年度の山梨県の公立高校入試の数学やってみますね。これ難問です。難問中の難問です。で、ちょっと鉛筆を、はい、いきます。図1のような底辺の円の半径が6ね、で母線が8の円錐があります。で、1に答えなさいと。1、この円錐の高さを求めなさいと。まあこれはちょっと口で言いますよ。あ、これちょっと問題読んでからしようか。全部問題読んでからいきましょう。で、次こうね、はい、2図、ちょっと拡大で見えるかな、大丈夫か、はい、ですかね、はい、じゃあいきます。2ね、図2のようにと、図1の円錐の頂点を A ね、これ A ね、で底面の円の中心を O とすると、また底面の円周上に3点 BCD を等間隔、等間隔ってことはもう正三角形ってことですね、正三角形ね、に取り4点 ABCD を頂点とする三角錐 ABCD、 だから ABCD ね、三角錐ね、正三角錐ね、だから正四面体ねとする三角錐 ABCD を考えると、さらに ABCD の中点をそれぞれ PQ、 じゃあここに PAB の中点で CD の中点 Q ね、次の A から O のうち辺 AC とねじれの位置にある辺や線分をすべて答えなさいと、はい、こういう説明、ね、あ、選択肢ね、 IUAO と。で、2番、三角錐 ABCD の体積、これはもう基本ですね、お求めなさい。で、3番、線分 PQ、 これがね迷うかな、これね平面にして考えないと分かんないですよ、平面にしないと。はい、で4番、図3のように辺 AC、 AC ってこれね、 AC の中点が R で BD、 BD どれだっけ、 B、 あ、これか、 BD の中点に S で BC の中点に T、 T を取ると、でそれぞれ6点があるから PBSRTQ を頂点とする立体、つまり PBSRTQ か、つまり三角柱ですね。ちょっとただし斜めになってるのはこれ直角じゃないので、直角と勘違いしたらこれ答えは出ないです。だからこの面積出しても出ないですよ、ちょっと斜めになってるから、斜め、わかりますかね、斜めになってるって、斜めになってるっていうのはつまりこういう感じ、こう、ね、綺麗に横から見るとこういう風な、だからまああえて言うとこんな感じかな、こんな感じのじゃなくて斜めになってるんですよ、斜めになってるってことはこう、よ、ちょっと私の説明が下手やかなちょっとこう斜め、あれ、斜めになってる三角錐、あ、三角柱って、綺麗だから横から見て、長方形に見えるような綺麗な三角柱、つまりこれ直角、これ直角じゃなくてちょっとこれが斜めになってるから、この面積かけ高さにしても出ないですよ、これちょっと工夫してください。はい、できましょう。いいかな、問題はいいかな、じゃ問題もう一回ちょっと拡大しますね、こう、じゃあいきます。じゃあちょっと汚いんですけど、こっちからこっちでいきますね。私が計算したやつをお見せするみたいな感じ。私がもしテストだったらこういうふうに解くなってやつ。で、答えもついでに。はい、いきます。1番。この円錐の高さ。これはもう暗算でいきますね。3平方の定理で、これが一番長いので、8の2乗イコール6の2乗足す H の2乗と。ということで、H は2ルート7ね。ちょっともう簡単にいきます。2ルート7と。はい、で、次。A から O が辺 AC これねごめんなさい辺 AC とねじれの位置、ねじれってことは平行でもない垂直でもないで延長してぶつからないとってやつね。で、結果的にね、 BD はこうだから、こう BD をこう延長してもこの AC の直線 AC とはぶつからないですよね、垂直でもないし、垂直っていうのはぶつからないと垂直とは言えないから、ね、はい、じゃあ U は正解と。で、 O 線分 OBOB ってこれね、これもこう延長したらぶつからないですよね、あとはぶつかると思います、ね、調べてみてくださいで、次2番、これね、三角錐 ABCD の面積、これね、ABCD と、これはこれね、私こう書いたんだけども、これね、真上から、これ真上からね、つまり点 A の上から見たと、そしたらこうなってないですか、円があって正三角形があると、でこれは覚えてください。点 A ってね、この O の上にあるんです。で、こう A からこう下ろしたときに O ができて、正三角形だから、ここ重心の位置に
王があると。で重心ってね、重心ってのは頂点から各向かい合う辺の中点、だから長さ等しいんですよ、これ長さ等しい、中点に向かって弧線引っ張って、で点 C からこの BD の中線、だからここの中点に向かってこう引くと、で点 D からこの BC の中点に向かってこう引くと、でそれの交点が重心と。で重心の位置に O があるので、これね覚えてください、もう2対1なんですよ、証明してもいいんだけど、2対1っていうのが分かれば、じゃあこの長さが、そのこの長さね、この長さが分かってくれれば、これ三平方で出ますね、これの3分の2倍がここと、っていうふうにね、もしくは3分の1倍がここと、っていうふうに考えれば出ます。そしたらね、ちょっとこっちの方がいいかな。はい。いいかな。つまりね、これ、これ今、長さが何倍だっけ、あれ長さ何倍だっけ、6、あ、ごめんなさい。半径が6か。ごめんなさいね。これが6ね、これ半径ね、6 すみません、今朝撮影して寒いので暖房つけてなくて、6ね、2対1だから6、3になりますね、6、3ね。でこれがあれ、これ出てねえか、あ、そうか、これ出てねえか、あ、そうやな、BCD。ごめんなさい。全然出てねえな。この長さ何倍ですかね。あ、これ長さいらんか。これ6ルート6になります。なんでかですね。こう、この三角形見るとね、正三角形だから60度ですよね。60、30、90になるから、1対2対ルート3と。で、ルート3に当たるのが9なので、1対ルート3イコール、X 対9。1対ルート3。1対ルート3イコール、x 対9にすればいいです。そしたら、x はルート3分の9か。ということで、ルート3を上と下かけて3分の9ルート3、3ルート3か。じゃあ、ここは3ルート3ね。ここがね。これ3ルート3と。ということは、3ルート3でこれが9で、これが6ルート3ね。これが6ルート3と。1対2、だこれの2倍だから、3ルート3、9、6ルート3ね。だから重心は2対1に内分するよっていうのを覚えてれば、まあ、計算は全くいらないです。まあ、あえて計算するんだったら、まあ、30、60、90がこういうふうに作れるよと。っていうふうにして、もしくはこれが二等辺三角形だよと。30、これが30ね。で、これは垂線を下ろして、30、60、90を作れるよっていうふうにしてやっていったら出ます。これ、半径が6なんだからね。まあ、そんなめんどくさいことしなくても、2対1っていうのが分かればすぐ出ます。はい、じゃあ、じゃあ底辺が6ルート3かけ高さが9ですね。で割る2で、これ底面が出ます。で高さがね、これね、上からスパッて切りますよ。スパッてどうやって切るかっていうと、 BOQ を BOQ ね、 BOA から直線 BOQ に向かってこうやって切る、上からね、包丁でこうやって切るような感じ。もう一回言いますよ、点 A と BOQを通るように上から下に切ると。切ったら横から見るとこうなってないですか？こうなってる。ABQ。今、2対1だったですね。2対1。で、これ6だったと。これ3ね。で、高さが、いるんだけど、母線が8だから、母線8ですね。8、これ6ね。8、6で、3平方で今、1番で2ルート7だったですね。だから高さがもう分かってるので、計算式はこうです。ちょっと見づらいかな。底面積が6ルート3かけ9割る2ね。底辺かけ高さ割る2。で、立体の高さが2ルート7。で、水だから割る3ね。答え、答えは18ルート21か。18ルート21になります。三角錐 ABCD ね。で、次、3番。線分 PQ の長さ。PQ って何かっていうと、こう。これね。これね、立体のまま考えても分かんないですよ。これね、さっきと同じ。上からパッと切ってください。ABOQ で切るとね、こうなってないですかね。で、これの PQ 求めると。今分かってるのは ABOQ ね。長さが6、3。で、これ母線8。じゃあ、これ高さ2ルート7。で、P はこの AB の中点ね。で、Q はここと。じゃあ、こう、これ三平方でいきますよ。わかるのが、この AQ が、これとこれわかるから、ルート7か。あ、ごめんなさい、ルート39か。
ごめんなさい、ルート37か。ルート37ね。ルート37ね。3、2ルート7、ルート37と。あとは、これ44か。あ、まあ、これでいこうか。この3平方でいこうか。じゃこの PQ の長さは、ルート7、あ、ごめんなさい。ルート、PQ は、これどれでいった、あ、これでいったんか。まあ、どれでやってもよかったかな。あ、そうだ、ごめんなさい。これ94年か。そう 90度と勘違いしたら答え出らんな。これ二等辺三角形じゃないから垂線を下ろしても、あ、垂線にはならんか。中点に向かってこう引いてもね。じゃあ、これでいけばよかったか。これで。こう、点 P から垂線を下ろして、点 P から垂線を下ろして、これ高さがルート7、ルート7に、なんでかとか、これ、この三角形っていうのは、ここ90度だから、で、ここ P から垂線を下ろして90度ね。これと、これは相似と。2対1ね。2対1の、例えば6だから3ね。こう3。で、これルート、これが2ルート7だからルート7ね。2対1だから相似比ね。これが相似比2、1の三角形同士だから、2ルート7だったらルート7。じゃあルート7と3がわかるから、これでこれ4ね。じゃあ、これとこれで言ってください。ここっていうのは6の半分で3だから、3、3で6ね。っていうことは、ルート7の2乗、PQ っていうのは、ルート7の2乗足す6の2乗にルートつけてください。答えは、ルート43と。PQ はルート43と。これね、ルート43と。はい。で、ここまではね、多分なんとかいけると思うんですよ。なんとかね。で、難問は次と。じゃあ、ちょっと見づらいけど、PBSRTC の、三角柱ね。ヘンテコリンの三角柱です。で、これね、これもさっき、横から見ますよ。あ、横からっていうか、これ本当の真横から見ますよ。本当の真横から見ると、こうなってないですか？こう。あ、ごめんなさい。ええか。こう真横って言って、だからさっき言ったヘンテコリンの三角柱なんですよ。ヘンテコリンの三角柱。でね、分かりやすく言うと、ここに BCD がありますよね。BCD。これ上から見たか。私は上から見た図を書いたんか。上から見た図ね。ただ、これ正三角形があって、今 BCD ですよ。で、T がここにあって、Q がここにあって、S がここにあると。ということは、上から見ると、こういうふうな、ここ三角形ね。ここ三角形。横から見ると三角形ですよ。三角形ね。で、これね、ヘンテコリンな三角柱なので、こうしてください。ここを、パカって切って、包丁で切って、ここに移し替えましょうか。全く形一緒ですよね。ということは、この三角柱を求めればいいと。高さは出ますね。高さは出ると。で、底辺というか、底面ここだから、で、ここの長さはもう、なんぼですかね。ここって。この BC の半分。BC の半分。BC っていうのが、なんぼやったっけ ?BC が、一辺が何倍だっけ？ちょっとこうしようか。こうしよう。ちょっと私のこれ殴り書きみたいな感じ。だから三角形の、この P から辺 BC に向かってこの垂線を下ろすと。で、S から BC に向かって垂線を下ろすと。ただ、ここに交点、まあ H にしましょう。だから PSH っていう三角形に高さが、何歩か。高さが3ルート3になりますか。これ高さ3ルート3か。高さ3ルート3ね。高さが3ルート3になると。で、じゃあもう一回言うと、この三角形と新しくでき、だから、ここにできる三角形と、ここにできる三角形が等しくなるので、それに高さ3ルート3、高さ3ルート3出ますので、高さ3ルート3をかけてくれればもう終わりですね。いい。ということは、計算式としては、計算式としては、あ、そうか、二通りあるんか。はい。じゃあ、今、この PHS の三角形の面積出しますよ。ちょっとわかるかな、私の説明で。PHS と ATD、PHS と ATD が、相似だから、PHS の、これね、の面積ね。ATD っていうのは、ここね、ATD の面積と、PHS の面積は、相似比1対2だから、
4対1になりますよね、面積比が。だから PHS の面積が分かれば、あ、PHS の面積は ATD の面積、 ATD っていうのは、9×2 ルート7 ×2 分の1だから、それを4分の1したら4分の9ルート7になります。 PHS はね、ここの面積ね。で、高さが3ルート3なんだから、ということは中と考えれば、三角柱ね、底面積、4分の9ルート7、三角形 PHS ね、かける3ルート3。それで出ます。回答はね。で、もしくは、うちの塾生が言ってたんだけども、うちの塾生はこれを四角柱と考えるんか。四角柱と考えて、ここの面積出して、底面としてね。で、高さ出して、それ半分にすればいいんじゃないかって言ってたけど、それでもいいか。うちの塾生が言ってたのは、高さがルート7になります。で、底辺が3ルート3かける2分の9か。だから、ルート7、高さかける底辺がこうなって、それを半分にすればいい。ただ、回答は全く一緒になります。4分の27ルート21。4分の27ルート21。っていうふうにね、ちょっと私の殴り書きの答案なんだけど、これを参考にしてください。まあ、うまいこと、相似と三平方ね。まあ、こういう問題って三平方だから。を使ってください。ただちょっとこれはね、上級者向けなので、これ4番はできなくて、本番はこれ無理です。本番ね。時間の制約があるから。とりあえず、この、括弧1、2、3までできればよかったかな。まあ、特に括弧1、2ね。1、2までできればよかったかなと思います。3番は、これ、3番もまあ上級者向けですね。時間を割れてるときに PQ ってなかなか難しいですよね。これ平面で考えろっていう問題。はい、以上。